です。こんにちは、シャキです。いきなりなんですが、かなり寒いですよね。うん、なんかニュースでやってたけど、今日と明日とかなり寒いらしいよ。そうなんだね。大阪とか最低気温が1度ってなってたからね。それは寒いよね。っていうことで、今日は寒さ対策としてちょっといろいろとやっていくので、その方法をご紹介します。それではスタートです。前回の動画で池のことを言いましたが、あれから水を抜いてやっと池が乾燥しました。じゃあ作業ができるのね。うん、ちょっと時間を作ってやろうと思ってるんだけど、まだすぐにはできないんだよね。今週末がチャンスかな。うん、そんな風に思ってるんだけどね。それで寒さで心配になるのがやっぱり冬眠なんだよね。この中で日越ちゃんとフロリダ夫婦が冬眠してるんだけど、ちょっと見てみます。冬眠中心配になるんだけど、こんな感じで触るとシューって音を出したり少し動いたりします。こうやって状態の確認をしています。こっちの日越ちゃんも触ってみます。こんな風に少し動いたのでちょっと安心です。これで春まで大丈夫なの？春まで確実に大丈夫かどうかはわかんないんだけど、とりあえず今は大丈夫だよね。まあそうよね。それでこれからすごく寒くなるっていうので、あるものを使って寒さ対策をします。まあそんな大したものは使わないんですけどね。寒さ対策で使うものとは？それは新聞紙です。毎年寒くなると新聞紙を敷いています。やり方は簡単で、こんな感じでただ新聞紙を使って蓋をするだけです。これで変わってくるの？毎年これやってるけど、冬眠でトラブル起きたことがないから効果あるんだと思うよ。これでこの冬眠シェルターの寒さ対策は終わりです。それではちょっと他の池も見てみましょう。他の池も確認しよう。これ真ん中の池なんだけど、2匹のオスが池の中にいます。この時期にこんな感じで池の中にいるわけだから、この2匹はこのまま池で冬を越しそうよね。うん、そんな感じするよね。それにしても日越ちゃんは個体によって寒さに強いよね。うん、そうよね。最後は隣の子ガメ用の池を見てみます。これ隣の池なんですが、ここにも子ガメがいます。こうやって小さい子ガメでもこんな感じで動いてるわけだから、日越ちゃんは本当に寒さに強いんだと思います。そうよね。これこうやって庭に少しいるだけでもかなり寒いもん。そうなんだよね。水の中なんてもっと寒いよね。そりゃ寒いよ。けどカメさんたちが自分で土の中か池の中か選んでるわけだから、カメさんたちの気持ちを尊重したいと思っています。最後はこの子ガメ用の冬眠シェルターを見ていきます。ここには2022年生まれの日越ちゃんや2022年生まれのフロリダハコガメの新入りくんがいます。これは新入りくんの甲羅ですね。少し動いたので大丈夫ですね。それでここにも新聞紙を入れるんだけど、これはなんと仁義なき戦いです。この新聞紙は普通の新聞紙より暖かくなりそうなので安心ですね。まあこんな感じで簡単な寒さ対策なんですが、こうやって新聞紙を入れることで寒波によるいきなりの気温の低下を少しでも和らげることができます。カメさんの冬眠っていうのは心配事が多いですが、良い春を迎えるためにやれることをやっておいた方がいいと思います。最後にというわけで、今回は冬眠中のカメさんたちの急な寒波に対しての対策をご紹介しました。まあ大した対策じゃないんだけど、毎年これをやってるし、これのおかげかわかりませんが、冬眠でトラブルが起きたことは今のところありません。けどそれでも冬眠って心配はあるよね。まあそうなんだよね。これまでも何回か冬眠に関する情報を動画で上げていますが、特に冬眠を進めてるわけではないんです。そうなの。だって
島民にはリスクがあるわけだし、確実に大丈夫って思えないところがあるから簡単にはおすすめできないよ。けどたまに島民についての質問が来ることがあるよね。そうなんだよね。けどそういった質問も、亀さんの健康状態や年齢、大きさ、種類、それに住んでいる地域など条件によって全く違うから、はっきり言ってわかんないんだよね。そうよね。あと生き物飼育に確実にこうなるっていうことなんてないと思うんだよね。まあそうよね。だから島民をさせようと思っている方は、自分が飼育しているカメさんの声をよく聞いて、きちんと検討してから行うようにしてくださいね。そうそう、そうなんだよね。カメさんの未来を良い未来にするのは飼育者としての責任です。島民に関してはよく検討して、くれぐれも自己責任でお願いします。ということで今回の動画はこれで終わりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまたねー。